などある芝競馬場を2007年5月1日撮影。などある芝競馬場はアラブ首長国連邦ドバイにある競馬場。1986年に建設が開始され、当初は競走馬の調教用の馬場として使用された。1991年に当地で最初の競争が行われるアメリカのチャーチルダウンズ競馬場をモデルに建設された。1996年には、 当時世界最高額賞金の競争としてドバイワールドカップが開始される。なお、当地はイスラム教国であり、掛け事が禁止されているため馬券の発売は実施されていない。ただし、全レースの勝ち馬を予想し、的中車に景品が出る予想くじが行われている。2010年に隣接地に新たにメ団ガン競馬場が開設されるのに伴い、ドバイワールドカップをはじめとする。 ドバイミーティングの競争は、すべて2009年限りで、同競馬場での開催を終了した。一部敷地を名団競馬場のコースとして使用するため、コースの一部は取り壊されたが、残りの施設が今後どのように使われるかは未定。形状は三角形に近い。左回り。外側がダートコースで一周2254メートル、内側が芝コースで一周2121メートル。 コーナー外側にスタート用のポケットが用意されており、それぞれ2000メートル、1600メートル、直線1200メートルのスタート地点になる。コーナーを回る競争のゴール前の直線は600メートル。建設当時は、主にアメリカで見られる表面の硬い高速ダートであったが、芝コースを併設していることもあり、1997年の改修時にクッションの効いた。 やや深めのダートとなった。砂漠地帯といえども、集中豪雨に見舞われることもあるため、コース全体を被覆する装置が取り付けられている。砂漠気候であるため、芝の育成には特別な技術が用いられている。芝は、バーミューダグラスが用いられているが、さすがのドバイも冬場には、芝の生育が止まるため、オーバーシードが施されている。内場場には、 中東で数少ない芝コースのゴルフ場も併設されている。ありがとうございます。